今日はちょっと今までやったことないんですけど、蜂の話をちょっと。蜂。はい。こういう粘り作りをする木ですね。まだ培養の木は、やっぱりこういう立て鉢でしっかり根を作って、木も作っていくということなんですけど、やがてまあ展示会とか出すときにですね、こういう鉢に植えて出すんで、はい、まあどういう鉢が合うのかなということですね。実はまあ、雑木なんで、釉薬を使った色鉢がいいというのが、一つあるんですけど、はい、まあ、欅の場合はやっぱりできるだけ低いですね、浅い鉢、こういうんだとちょっと合わないですよね。こういうのをね、こう入れるっていうのがちょっとあまりにも深いというのは全然合わないんで、やっぱり浅い鉢、まあこれ以外はだんだんだいたい低い鉢を選んだんですけど、あとはこれなんかをちょっとごついですよね。やっぱり厚みがあるということで、うんうん、まあ非常に楕円のね、これも服部っていうところの鉢なんで培養しやすいよって最近よく言われてるんですけど、服部さんのですね、非常にこの釉の垂れ方も面白くて、いい色なんですけど、ちょっとこれだとごつい、まあ、相当太い木だと合うと思うんですけど、うんうん、まあ理想とするのはこういう浅い鉢ですよね。これにあるようなこういう浅い鉢、やっぱり部屋木ってこうなんていうのかな、武蔵野というか平地のですね、はい、ところにあるような木なんで、足もできるだけあんまり高くない方が合うかなっていう気はします、うん、足ってその下の足ですね、はい、これなんかも非常にね面白い、可愛いんですよ。ですよね、貫入の入ったね丁寧な作りなんですけど、まあこれなんかも合わなくはないですけどね、うん、まあギリギリ深さとしてもギリギリかなと。こういうのもなかなか奥行きがね狭くて面白いですよね。こういうのをだから少し寄せて、こういうのをこれなんかもねちょっと深いですよね、鉢がね、うんうんうん、こういうのもね、まあいずれにしても植えるときは真ん中じゃなくて少し寄せるっていうんですけど、はい、あえてこういうところに端に寄せてですね、うんうんうん、ここに空間を作って、こういうですね空間を作って寄せるなんていうのもちょっと面白いかもしれない。流れとしてはね、これじゃあちょうどこう左流れになってるんで、こんなやつも結構面白いかもしれないですね。なるほど、はい、これもあると思うんですよね。色の選び方は、はい、もう何でも、うん、何でもですね、はい、これがいわゆるオリベってやつでね、これは福岡さん、和弘さんっていう、はい、いう鉢なんですけど、非常にね面白い、お辺も出てるし、うん、面白いんですけど、意外とこのオリベとか緑色っぽいやつっていうのは鉢としてはねすごく鑑賞としていい、うん、面白いんですけど、いいんですけど、飾るとですね葉っぱがやっぱり出ると緑色になっちゃうんで、緑になっちゃってね、ちょっとねこれも個人的な好みですけど、あんまり生えないなって思う時があります。好みですね、はい、であと長方鉢もこれなんかはやっぱりちょっとがっちり作られちゃってるんで、うん、ちょっとこれは強いんで、まあ、これぐらいだったらいいかなって気がしますね、うん、先ほど言った足がねそんなに高くなくてすっきりしてるんで、これなんかは割と合うかなという気がしますね。これも面白い鉢なんですけどね、うんうん、手作り感があっていい鉢ですけど、これはね昔買ったんですけど分かんないです、誰だか分からない、作者分かる人いたら教えてほしいんです。この方かなっていうね、最近いろいろ鉢調べてて、はい、なんとなく分かってるんですけど、ちょっとはっきりは落款がねちょっと変わった落款なんで、分かる方詳しい人いますからね、連絡いただけると助かります。この方かなっていうねちょっとあるんです。丸も悪くはないんですけど、うん、割とこういう浅い鉢はね、これなんか欅は合うとは思いますね。これは東福寺の柿楽館で、うんうん、多分偽物なんですこれは有名な有名な、まあね盆栽やってる人はみんな東福寺って言うとね、推し楽館多いんですけどね、はいはいはい、なかなか柿楽館の珍しい、ちょっとこれの作りがちょっと怪しいなっていう、うん、思ってるんで、偽物を覚悟で買ったやつなんですけどでさっきこれ浜野会長にも確認していただいたんですけど、究極はやっぱりこれがね白高地の、これはまあでかいですけど、こういう鉢が一番やっぱ合いますよね。反ってますよね、反ってますよね、うん、これやっぱり水はけが良くなるように外側にね、作られてるんですね。中国の古い鉢ですよね。これ一番いい鉢、これはいい鉢ですね。どうしたのって言われちゃったんです、ね、あとは長方と楕円とか、はいはい、どちらでもいいっていうのは、私なんかだと飾る木によって変えるんですけど、うん、主木が例えば長方の心拍した場合は楕円とか丸の鉢に
あ、なるほど、植えると、まあ、今年6月に出そうかなと思ってる木が丸い鉢なんですね、はい、例えば文人だとか、はい、そうすると同じ丸よりはやっぱりこういう長方も用意しておいた方がいいんで、まあ、長方はねちょっと欅だと強いってなるんですけど、飾った時のバランスを考えると丸とか楕円の鉢に対して長方のこう添えで作っておくと、なるほど、いうふうにいくつかバリエーション作っておくとねやりやすいと思いますね。これも形はまあ合いますよね。これは永明さんの経血っていうんですかね、はい、最近の新しい鉢ですけどね、これはね、なんだって面白いですよね、はい、こういう木にこう入ってくるとなかなか映えますよね、これね、わーって目に引きますよね、結構なんか楕円のイメージが、そうですね、楕円が一番ありますよね、欅は。そうそう、楕円が使いやすいんでねやるんだけど、さっき言った主木との組み合わせになってくるんで、はい、でこれもちょっとあえて持ってきたのは、これは寺島さとみさんっていう馬山さんの娘さんの鉢で、これだけね深い鉢っていうのはなかなか合う気がなくて、でやっぱりこれだけの太さがあるからこれだけ太くてもいいよっていうんで、買う時もやっぱりあんまりこう深い長方鉢なんか、特に長方鉢の深いやつは太い木じゃないと合わないんで、買う時は注意した方がいいですね。さっきの楓もそうでしたよね。あ、それも同じ人の、同じの人のですけどね、これだけの深さっていうのはやっぱり、太い、やっぱり、それだと負けちゃいますよね、やっぱり木がね、これだけ太くても、このやっぱ真ん中にちょんこういうのがこの人の、そうなんですね、あれなんですかね。そうですね、かわいい。でもすごくいい土でね、この貫入入ったね、最近急にやっぱり値段も上がってきちゃったみたいですけどね。そうなんですね、はい、ということで深い鉢はちょっと注意が必要だってことですね、はい、臓器の場合は。先週植え替えたやつですね、こういう寄せ植えなんか、寄せ植えっていうか株立ちの木なんかも、はいはい、やっぱり浅いね鉢で、なるほど、やると合いますよね。はい、浅いとジオラマ感というか、そうですね、ね、やっぱり風景がね出ますよね。出ますよね。やっぱりだって木を引き立てなきゃいけないんで、やっぱり鉢はあんまり切っちゃいけないと、はいはい、主張しすぎない。そうなんですね、これもまた作り中の木ですよね。浅い鉢ですよね、これぐらい浅いとやっぱり生えますよね。これも綺麗な鉢ですね。そうですね、まあ、欅はこういうのが合いますという話ですね。逆に臓器で言うと、他の木はこれが合うみたいなのあったりする、やっぱりそのもみじだとか、もみじも樹形によるか、細い木っていうとやっぱり楓だとかそういうのが深いのは合うんですけど、どれだろうな。そうか、臓器って大体浅い鉢が多いのかな。多いですけどね。確かに。そうなんですよね。大丈夫ですよ。まあ、県外のやつはね、一般的に言われますけど、深い鉢が合いますよって。あとよく言われるのが、花物はね、鉢と変えるっていうね、そうか、色ですね。色ですね、はい、ポイントとしては、まず深さ、深さはそうですね、深さですね、あと足の高さと、足の高さ、あと形、色ですね。飾るんであれば何種類かの鉢に植えといた方がいいと。下草もそうなんですよね、下草もみんなこう丸いやつばっかり作ってると、いざ飾ろうとすると合わないんで、なるほどね、四角いやつに下草作るなんていうのもあった方がいいですよね。飾るってそんなにでも飾る人いるのか。まあそうですね、そうですね、趣味家でね、なかなか家で一人でやってる人は飾るチャンスがないんで、なかなかね、飾るチャンスないですけど、だったらもう好きな形8にね、合わせた方がいいですよね。お客さん来た時とかに、ちょっと置く時とかに、はい、そうですね、ですよね、きっと。そうですね、あまり大きい鉢に植えるとやっぱり見栄えが良くないんで。そうですね、ちょうどの、そうですね、大きさ難しいですよね。なんかもうまさしく理想、ね、理想的な、ちょうど白のね、楕円の大きさもいいですよね、もうちょっと寄せたいぐらいですけどね、根がね行くんだったら。ああ、なるほど、ちょっと寄せた方がどっちが正面なのか、植え替えしなきゃですね。これはもう飾れる木ですね。そういうことなんですね、まあ理想の鉢合わせですね、これでもあれで欅の場合だと本当に粘りちゃんとしとかないと植えれない可能性もありますよ ね、そうですね、下に伸びてたら植えれないですもんね。そうなんですよね。であと植え付けのこの位置もね、やっぱり粘りがこう見えるところなんで、深く入れちゃってもダメだし、高くてもダメだし、そうですね、位置も難しいですよね。じゃあ発泡粘りの動画見て、そうですね、勉強していただいて作っていただいて、はい、そうですね、わかりました。はい、楽しんでいただければということで、はい、じゃあ以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。これですか、入れるの。
これですね。もしかしたら今年飾るかもしれない。これもね、ちょっと足がやっぱりおしゃれな飛山って書いてありますけどね、うん、美しい山、そう、ちょっとこうとんがってね、ちょっと高いかなって感じが。今欲しい鉢とかあるんですか？これも収集ですよね、どっちかっていうと。収集ですね。東福寺の柿楽館の本物が欲しいですね。偽物じゃなくて。あれが本物の可能性もあるんですよ。いや、でも多分違いますね。違うんですね。あの本物は知ってるんで、前買うチャンスがあったんですけどね、やっぱ10万以上したんで、手が出なかったんですよね。ちょっと今じゃ10万でも買えないですよね。あ、そうですか。あの鉢的に柿楽館のね、あの紺色のこういう色したね、すごくいい、これよりもあのいい色合いのね、あの鉢だったんですけど、チャンスがあったらくださいって言ってくださいって、まあどこにあるかも知ってるんで、知ってるんですけどね。でもいたずなって20万ですって言われたらやっぱり考えちゃうでしょうね。サイズ的にはこのぐらいの、いや結構大きい、もう観賞ですね、こんな鉢ですね。で深い鉢でね、あの丸鉢なんですけども、手作り感のある、もうあのもう本物っていうか、もう偽物であってもいいっていうぐらいの感じですね、その作りが。仮にこれが偽物でもいいやってぐらいよくできている。なるほど、出会えないですね、そういう。パッと見分かんないですけどね。うん、僕には。あ、さっきの片付けちゃった、かっこいい鉢は分かりますけど、それが10万。あ、10万ね、こういうね、横にね、行っちゃってる、こういうのは綺麗にしなきゃダメですね、これもそうですかね。横に走るんですよね。やっぱこう、なんていうんですか、放射線状に出てる方が、そうですね。いいんですね。ざっくり。綺麗に。そうですね。ただもうやり方を教わったんで。ええー、もうできますよ。あと2年後には。2年。そうですよね。さっきのやつで言うと2年は。そうですね。かかりますね。1年目でまあ発泡粘りっぽいものを全体に作って。翌年調整というか。そうですね。なんか微調整して。出てないところに出させたりとか。そうですね。こういうのもやっぱり太い根を切ってこういうとこ出させたりとか、これなんかもね、二股出てますけど、やっぱり毎年毎年少しずつ少しずつ作っていくってことですね。こういうね、横切る根ですよね。こういう横切るのは良くないんで、はい、上のやつはいらないですからね。こういうのをちょっとまた整理していくようになると思いますけど、最初ここをだから全部きれいに取ってたってわけですね。花みたいになってるね。もう何もないですよね。だ出てこなくなってきますね、これ。今ここ出てますけどね。だこういうの、こういうのも取っちゃうわけですね。まあこういうのもこういうのもいらないですよね。こういうのもね、あの結局上なんで大事なのが、なんでこういう、木としては本当はこれ裏が内側が出てるんで、口流れなんですけど、右流れですね、今回左流れの主木につけたいんで、あえて左流れにしたいので、植え付け位置で結構ギリギリだな。なんでちょっと切りますね、これね。もう一回り小さくしないといけない。いいね。だけどよく向こうから税関通ってきたな。よくこんなの持ってきたな。多分見つかったらみんな没収ですよ、これ。あとは植え付けの位置があるんで、この下に少しこんもりして。はい、そうするとちょうどこの粘りが出てくると思うんですね。赤い鉢はね、チャレンジなんですけど、そういうのが世の中に受けるように、ね、先駆者になるようにということなんで、お言葉いただいたんで、思い切って、いいね、赤いの持ってね、思われるような。
いやでもおしゃれですよ、なんかね、なかなかやっぱり斬新ですよね、うん、葉が生えたらでもどうな、またね、うん、印象が変わるかも、いいと思いますよね。この赤の色もちょっとレトロなカラーだから、ああそうですね、そんな感じですよね、まあ、軽血って言うんですよね、軽血、鳥の血ですか。あ、そうなんですか。多分ケイって鶏だと思いました、確か。こんな鮮やかな色だ。言ったようにベチャってこうやって潰すんじゃなくて周りを押してこんもりこんもりと、うんうん、でこういうのは何種類か違う苔がいっぱいあるといいと。そうですね。